すごい気になる。こんばんは。ちょっと窓閉めてきます。本当にごめんなさい。10秒で戻ってきます。高記録じゃん。9秒だなんて。こんばんは。早かった、いい記録で。前髪が急に伸びて、髪の毛も伸びたんだよね。もうだいぶ7月末に切ったんですけど、もうこれ約2ヶ月ぐらいで伸びました。結構これぐらい伸びた気がする。やっぱ1ヶ月1センチぐらいのペースで伸びてる気がするから、結構もう長いかも。こんばんは。今月見食べてる。おお、そう、まだね、月見バーが一回期間が終わっちゃう前にもう一回食べたいと思ってる。食べたい。普通のやつがいい。普通のやつ、普通のやつが食べたい。今度は普通のやつがいい。聞く、普通のが一番美味しい説。こんばんは、こんばんは、こんばんは。月見バーガー一度も食べたことない。美味しいですよ。ママが毎年食べてるんですけど、もうそれで毎年食べるんですけど、もうレギュラーメニューにすればいいのにって毎回言ってる。食べるために、なんでしないんだろうってずっと言ってます。ずっと言ってる。たまはすごい月見バーガー好きだから。こんばんは。月見パイ食べた。月見パイはなんか中にあるじゃない、入ってるじゃないですか、あんこが。それがちょっと苦手だから食べてないです。でもすごいですよね、マック今行くと人すごいよね。めっちゃ並んでる。人しかおらん、ほんと。この間ドライブスルーとかすごい、もう何十台と止まってたから、みんな好きなんだと思って見てました。こんばんは。どんな味なのか気になる。私が食べたのは濃厚とろり月見みたいな食べたんですけど、美味しかった。濃厚でした。濃厚でトロトロしてました。こんばんは。いや、でも絶対に食べた方がいい。美味しいから。やっぱだっていつもあるわけじゃないから、この季節にしか出ないって考えたらやっぱ食べた方がいいよ。食べたことない人は特に。で、まだ食べてないやって人は、ちょっと食べた方がいい。美味しいから。こんばんは。うん、とろーり美味しかった。
朝マック、朝マックね、なかなか食べないな。朝マック、朝マックはめっちゃ声がある。家族で朝から出かけるときとかに食べる。ドライブスルーで。ケンタッキーの月見サンド食べて、ゆずも食べた、美味しかった。ケンタッキーも美味しかった。めちゃめちゃ。こんばんは。ゆずは早くスタバが飲みたいんや。スタバが飲みたいのよ、スタバが。スタバが飲みたくて。一日に一回思ってる、スタバ行きたいって。1日に1回思います。それぐらい行きたい。うん、ペンライトありがとうございます。明日行ってくるわ。でもゆずも明日行くんだよね。明日行くんだよね。行っちゃう。お仕事前に寄ります。宣言する、ここに。あ、ギフトありがとうございます。ありがとう。サル。絶対に芋を飲むんだ。こんばんは。スタバっていいよね。ナゲット15個入り3箱やったことある。でも意外といけそう。15個の3個、3箱ですよね。あ、でも15個か。45個ってこと ?45 か。でも何にも朝から食べずにこれ食べろって言われたらいける気がするな。45個でしょ。飲み物もあったら多分いける。45個ナゲット食べろって言われた。いけそう。やってみたい、普通に。でも朝いいね、やりたい、楽しそう。今日全然声出ないな、出しづらい声が。こんばんは。意外と私は食べる方なんで、意外といけそう。明日は何のお仕事なのかな、秘密。まだ言わない。でもゆずもあんまりよく分かってないんですよね。なんかスケジュールだけ来て、私なんか私服なんか何も書いてなくて、最初に来た連絡になんかいつもだったらなんか地メイクとか
私服用意してやってくださいみたいな書いてあるんですけど、何も書いてなかったから、私服ないじゃんって言ってもうあと買いに行ったんですけど、衣装だった、衣装だった。まあいいですけどそう、そのためになんか靴下が合わなくて、持ってるやつ、あの靴下まで買ったんですけど、そう、なんか合わなかった、合わなかったじゃない、衣装だったからちょっと悲しい。そう、だからいつかまた遠く会で着ます、その服。そうで、靴下を買ったんですけど、なんかその服に合うようになんかローファーも買ったんですね。でもなんかローファーがでかすぎて、中敷き1個入れたんですけど、それでも大きいから中敷き2つ入れた、もうキツキツよ。そう、本当にガバガバで中敷き入れてなかった時も浮いてたんですよ、かかとが。毎回歩くたんびに脱げそうになってたんですけど、の靴選び失敗してしまって、でもそのローファーめっちゃ可愛いからちょっとどうしても履きたいって言って中敷き2つずつ入れました。ローファーって可愛いよね。こんばんは。知らなかった、ありがとうございます。 SK48 チームS のしぐれ月です、ありがとうございます。こんばんは。そう、なんかやっぱスニーカーとローファーってやっぱ違うじゃないですか、多分。そのなんていうの、スニーカーは大きいのじゃないと私入らないんですけど、ローファーはちっちゃくても多分いけるから、スーパーヒーローの MV の時も制服の衣装で、まあほとんどローファー履いてなかったけど、なんかのお店の撮影だったから、けど 4.5 が大きすぎて、普段私 4.5 とか5履くんですけど、 4.5 でも大きくって、で4履いても大きいから、次じゃあ 3.5 だよって言われて、そう見たらミレイちゃんのだった。林って書いてあるローファーでぴったりでした、 3.5 のローファーがぴったりでした。そう、多分ローファーはちっちゃめのタイプですね、でもスニーカーは大きいのじゃないと入らない。こんばんは。でもなんか靴はきついぐらいが好き。きついぐらいが好き、靴は。なんか脱げる心配ないじゃないですか。だから靴はちっちゃい方が好きです。こんばんは。
でも靴は絶対ほんと靴ずれめっちゃする。なんかしなくても靴ずれ手前とかめっちゃなります。よく合ってないのかな、やっぱり。そう、ブーツとか履くともうかかとがやばい。靴ずれってめっちゃ痛いね。靴ずれはもうめちゃめちゃ痛いよ。やっぱなんかあれだよね、あのドクターマーチンとかさ、もう何回靴ずれしたことか、あれがちゃんと履けるようになるまでめっちゃ痛かった痛すぎて痛すぎて。地球の方だ、ありがとうございます。SK48 チーム S のしぐらじきです、こんばんは。ロングブーツ、ロングブーツね、最近買ってもらいました。いつか履く。ロングブーツかわいいよね。そう、最近買ってもらった。そう、ちょうど膝ちょい下ぐらいのブーツ買ってもらいました。そう、なんかずっと欲しいなと思って。ロングブーツかわいいよね。なんか衣装でしか着ないから、履かないから、ロングブーツ。でもあの S 公園とかで履いてる最初の頭4曲の靴は結構踊りやすい、個人的に。でもダンスメドレーの靴も人によるんですけど、短い人もいれば長い人もいるんですけど、私は長い人なんですけど、踊りづらい。何回も袖踏んだことある。そう、なんか袖が、袖何裾何袖か、なんか衣装が長いから踏んじゃう。こんばんは。やばい、めっちゃ前髪切りたい、どうしよう、もうダメだ。なんか前髪切りたいっていう気持ちに一回でもなると思う。切りたい欲がすごすぎて。切りたい。前髪増やしたの、増やしました。全部これ前髪、もう前まで横向きあったけど、そう、前までここも長かったんですけど、ここら辺までか、こっちがな、ここら辺まで横の毛でした、前まで。けどこれも全部切っちゃった、全部前髪にした。そう、女の子って結構なんかここら辺まで長い子とかいると思うんですけど、切っちゃった。でもなんか個人的にこっちの方がしっくりきてる。まだ切ってそんな経ってないけど、増えたでしょ、前髪。こんばんは。
どうしようかな。2日ね、公演なんですけど、久しぶりに。どうしよう、髪の毛。何がいいかな。か思い出さないと、8人。思い出さないと。まずそこからよね、もう。8人思い出さなきゃいけないし。そろそろ絶品を本当にやんないとやばい。やばい。焦る。楽しみだな。もしかしたら17歳最後の公演かもしれないらしい。そう、1次開演の公演があって5時からでしたっけ、5時から17時からトークショーがあります。ぜひ。ぜひぜひ。あとあれですね、リバイバルもされるらしいよ。去年の12周年の公演がまた見れるらしいよ。ぜひ。楽しみだね。こんばんは。逆上がり。もうなんか不義理とかはもう苦手すぎて、めっちゃみんなで踊ったからまだ踊れるもん。そう、みんなで一生踊ってた。ほんと逆上がりが一番難しかった。個人的に一番覚えるの時間かかりました。制服の目だと何が好きかな。曲難しかったけど、ダウトとか好きです。すごいなんかファンの方が好きそうな歌詞だなって思いながら歌ってました。逆上がりだとあれがいい、あの「その汗は嘘をつかない」。え、ダートってすごい人気高そうじゃない。なんか感じた何かをそう、なんか歌ってて何かを感じた。なんかすごい人気そうだなって。で、リセットは何がいい？リセット何が楽しかった？でもホワイトデー2番とか可愛くない？めっちゃ可愛くない？根拠はないけど、今からうまくいく気がするってすごい歌詞可愛いよね。根拠ないんかよって思ってるけどめっちゃ可愛いやん。何その主人公。根拠のない自信があったのかな。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛くないですか、そうやって考えたら。ホワイトデーには難しいところはサビが全部違うところですね。振りが難かった。でも夢の鐘も難かったですね。結構感想が鬼むずい。ゆずきちゃんで切り替わ1位の曲は何ですか。SKE 内で48グループ で最近すごい好きなのは波乗りかき氷SKE とかめっちゃ無視してるけど、波乗りかき氷めっちゃ可愛くない。最近すごい聴いてるふふ
可愛いよね。いつか歌ってみたいなって最近聞いて思いました。波乗りかき氷。あとあれも好きです。 NMB さんの青春のラップタイムも好きなんだけど、あのあれが好き、太陽が坂道を登る頃みたいな、あれめちゃめちゃいい曲、いい曲っていうかすごいおおって感じ。いいよね。こんばんは。でもあの頃の君を見つけたもいいよね。今日聞いたけど、めちゃめちゃいい曲じゃない。すごい好きなんだけど。あとあれも今日聞いて改めていいなと思った。初恋の踏切。そう、今日はねスキーのターンだったのでつってスキーの曲聞いてたんですけど、いやーいいね。こんばんは。初恋の踏切はなんか一時期すごい披露してて、してた時期ありましたよね。すごいなんか毎回ライブでなんかまたあるじゃんっていうレベルであった気がする。初恋の踏切。そう、なんか上から順に聞くんですよ私。あのなんかあ、そうアーティスト名のそう名前から聞くから、なんかシャッフル再生とかも好きじゃなくて、だから A から聞いていくんですね。そうだから今 S まで来てて、そうちょうど今 SKE のターンだから今 SKE 聞いてます。そう、順番に聞いていきたいの。そう、なんかごちゃ混ぜとかも好きじゃないから、そう上からこう聞いていきたい。カミフレは聞いてる。あのカミフレのあれ好きです。あれなんだっけ、カミフレがカバーしてる「今すぐキスミ」が好き。シャッフル再生、シャッフル再生なんかあんまり好きじゃない。なんかそういうなんかそういう気分じゃないって曲流れてくるとなんか嫌じゃない。わ かんないけど、もうね、いつも車運転できるようになったらテレビとかよりも曲聴いて運転したい。てか普通に危なさそう、テレビつけながら運転するの。絶対に曲がいいですね、いつは。なんか怖いじゃないですか、なんかもうテレビに集中しちゃいそうで。こんばんは。
そうだから曲がいいな。ハートありがとうございます。どんな車を運転した？今のイチオシはヤリスクロス。ヤリスクロスがいい。前までは CHR 大好きだったんですけど、最近ヤリスクロスにちょっと惹かれちゃってる 惹かれちゃってるから、そう。でも CHR も好きだよ。アクアじゃなかった。アクアはね、見た目がすごい好きなんだけど、車高が高くないから、なんか微妙だなって最近思ってきた。多分見た目が好きなだけだと思う、アクアは。でもアクアの見た目は本当もうドストライク、すっごい好きです。なんかちょっとコンパクトな感じがいいよね いいよね。でもヤリスクロスね、今最近人気なんですよね、確か。結構なんか人気みたいな、聞く。でもなんかあんまり、でも3列シートの車とかあんま好きじゃないな。そこまで大きくなくていいかなって感じ。やばい、お腹すいた。原付バイクは乗りたくないですね。どんだけ安全だよって言われてもちょっと無理。やっぱなんかお父さんが乗ってるとこ見るともうなんか怖くて、バイクが。あ、ありがとうございます。いや、なんかお父さんに乗らないでとは言わないんですけど、いざ自分が乗ってって言われても乗りたくない。やだ、無理。全然お父さんが趣味として乗ってるのは全然いいし、まあ昔から乗ってるから全然何とももう思わないんですけど、そう、パパね、バイク乗ってんの。そう、もうやばいです、ブーンって 音が、まあ響く響く。もう帰ってくるとき一瞬でわかるもん、音が大きすぎて。そう、お父さんね、そう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 、あれですね、ハーレーです、ハーレー。でも見た目めちゃめちゃかっこいいよね、バイクって。私お父さんバイク乗るの好きだし、多分詳しいから、やっぱ街中とかでバイク見ると、あ、あれだみたいな、よく言って。知らなかった、ありがとうございます。SK48 チームメッセージくれずきです。こんばんは。ありがとうございます。そう、でもハーレーの前にもう一個多分バイク買ってて、でもそれはどこのか分かんない。
たまにめちゃめちゃごついバイクとかあるよね。もうなんかでっかみたいな、すっごいなんかマリオカートとかに出てきそうなさバイクとかあるよね。いかつい。バイク好きなの。そう、バイクも好きだし車も詳しいみたいな。そう、乗り物は意外と詳しいかもしれん、お父さん。いやでもバイクは怖い。なんかもう見ててもなんか怖かったもん、この間。そう、この間バイク乗ってて行ってたんですけど、そう、なんかあんな感じかと思って、急になんかスピード上がんじゃんバイクって、ビューンみたいな、すごいめっちゃスピード上がるやんと思って怖かった。ああ、確かに料理ね、確かに料理もめちゃめちゃします、パパは。バイクとサイドカー、バイクとサイドカーの衣装めっちゃ可愛くないですか？好き、バイクとサイドカーの衣装可愛い。こんばんは。18になったら免許取るの。いやーね、もう今すぐにでも取りたいんですけどね、ちょっとね。なんか9月頭からマジ取りたいって毎日言ってたんですけど、もう気づいたら24日になってて焦ってますよ。もう24日やって感じ。取りたい免許。もう18歳になっちゃうよ、このままだったら。こんばんは。合宿で、いや普通に通いたいです。合宿はちょっと耐えられる自信がない ちょっと無理ですね 合宿はちょっとね、あのね、無理です 多分ちょっと耐えられない、一人じゃ。誰かがいればまだいいけど 一人で行けって言われてもちょっと無理だわ。合宿はちょっともう、あの、人見知りには最大の敵なレベルなんで、ちょっと無理です。で、合宿だったらまたショールームできんくないですか？ そういうことも考えたらさ、普通に通う方がいいな。最初にドライブ行くとしたらどこに行ってみたいですか？滋賀の琵琶湖テラス、今行きたいから。琵琶湖テラスに行きたくて。場所も関係なくだったら、でも今車じゃなくてもいいけど、今行きたいところは琵琶湖テラスと、あと兵庫県のなんかパンケーキみたいなとこの、なんか天国の階段みたいなところと、あとあれがいいです、あの江ノ島に行きたい。こんばんは。淡路島かな。ああ、そうです、そうです、淡路島の。そう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 、なんかインスタで見た、可愛かった。そう、江ノ島も行きたい。
20分になったら終わりますね。ちょっと7時ぐらいに寝ようと思ったけど過ぎて。こんばんは。クリアありがとうございます。ありがとう。自動車学校の教官と喧嘩しそうになりました。怖っ。でもなんかそういうとこにいる人めっちゃ怖そうじゃない？怖い怖い。やだ、私そんな喧嘩したくないんだけど喧嘩なんてしたくないんですけど。え、めっちゃ厳しそうじゃん。だって何やってんだよって言われそう怖い怖い。そこの君って言われそうじゃないそこの君何やってんのって言われそう。こんばんは。でもなんか普通に最近なんか思ったのは、自分がもし免許取りに行くときに普通になんか同級生とか言ったら嫌だなーって思い始めてきた最近。だってもしかしたらいるかもしれないじゃないですか、私の知ってる人とかが。嫌だー、ちょっと。こんばんは。いや、知ってる人がいるのにちょっと嫌だよな。そうです。地元だとさ余計に嫌だ嫌だ、人見知り発揮しそう、嫌だな地元じゃないとこに行きたいぐらいに嫌だ。私なんかまだ喋ったことある人とかならさ分かるけど、なんか顔だけ、顔と名前だけ喋ったことない人に会うのが一番気まずくないですか？そういうことを考えちゃう、私は。一番気まずいよね。なんかいません？そういう人。私なんかそういう人ばっかなんですよ。なんか顔と名前知ってるけど、なんかもう、あ、喋ったことないみたいな。そう、ただ同じ学校卒業してみたいな、同じ中学でみたいな、同じ小学校中学校みたいな。嫌だなぁ、なんかそうやって考えた。やっぱ私は免許取るなってこと？どうしよう、そういうことになっちゃうんだけど。困る、普通に取りたいのに。そうだからこそ今の時期に行きたいんだよね、ゆず。やっぱ2月とかになると多いんですよね、免許って。やだ。こんばんは。でもいいよね、やっぱ免許持ってるって大きい気がする。やっぱそんな簡単に取れないじゃないですか、免許って。なんか免許持ってるだけでなんかかっこいいよね。
確かに身分証明もそれでできるのか、かっこいい。免許証出せばいいのか、え、めっちゃいいですね。楽じゃん。いいね。こんばんは、初見の方ありがとうございます。 SK48 チームエースの石暮月です。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。お腹すいた。で、今日まだお風呂入ってないんですよね。入りたい。なんかここ最近早く入るとあれなんですよね。入ってない日めっちゃ早く入りたくなる。入りたい。晩ご飯なんだろうね。なんかね、お父さんがね、どうしよう、サラダ作れんって言ってた。なんかもう材料がなさすぎて。そう、昨日全部使っちゃったんですよ。どうしよう、今日なんもないって言って。そう、なんかね、レタスもトマトもキュウリもないって言ってて。そうね、今めっちゃ野菜高いらしい。レタスとか高いらしい。レタス好きなんだけど。お風呂まだ早くない？いや、私ね、入る時5時半とかに入ります、最近。11時半とかに入ったりする。11時半とか17時とか16時、まあ、17時前ぐらいに入ったりする。そう、なんかルームランナーとかするともう早くお風呂に入りたくて仕方ないから入っちゃいます。そう、やっぱ汗かいちゃうともうなんか入りたいってなるから。石黒家カップラーメンの日とかないの？カップラーメンは食べますよ。食べるけど、そんな食べない。私この間、ね、そう、お父さんも今ね、ジム行ってる。お腹すいた。カップ麺っていうかな、あれが好き。カップ春雨みたいな。めちゃめちゃ好きです。よくホテルとか泊まるときに食べる。コンビニで買ったりして。春雨美味しいよね。家にもある、いっぱい。
ダメだ、お腹が空く。ご飯の話すると、ラーメン食べたい。最近ラーメン食べなさすぎて。そう、きしめんも食べたいの。そう、昨日テレビできしめんやってて、なんか久しぶりにきしめんっていうワード見たわと思って、きしめん食べたい。そう、一回だけあるんですよ、あの駅の中にあるやつ。あれすごい美味しかった。そう、ののちゃんとね一回食べたことあるんですけど、めっちゃ美味しかった。きしめん、きしめんって平べったいやつ。そうです、そうです、平べったいやつ。そう、普通に確かに好きだけど最近食べてないなってことに、昨日そう県民賞見てて気づいた。食べたい、きしめん。食べたい。きしめんはでもあったかい方が好き。猫舌だけど。あったかい方が好き。でも猫舌だからとんでもなく時間がかかります。すごい。ほんとなんかもう、すっごい時間かかるけど。それでもあったかい方が好き。味噌煮込みも美味しいよね。味噌煮込みが一番好き。名古屋名物の中で。最近きしめん食べたい。うわ。ういろうもなんか去年の今頃ハマってました。そういえば。そういえばだけど。そう、ういろうめっちゃ一時期ハマってて。練習の合間に食べてた。よくでも給食に出てました、ういろうは。そう、給食のデザートに出てました、ういろう。お腹すいた。うん、アイスありがとうございます。あれも美味しいよね、あんまき。あんまき美味しいよね。そう、あんまき、青春ガールの公演の日に里香穂が差し入れで持ってきてくれて、あんまきを。もう公演終わりにみんなで食べて、もう美味しすぎて、もう目飛び出るかと思った。美味しすぎて、さすがにちょっとやばかったですね。あんまきっておはぎみたいなの、いや全然違います。なんて言ったらいいんだろう、あんまきでしょ。なんかどら焼きの皮をなんかめっちゃもちもちさせて、中にあんこ入ってるみたいな、そういう感じじゃない、あんまきって。違うかな。でも中いろんなやつあるんですけど、佐藤が持ってきてくれたのはなんかブラックサンダーのやつでした。もう美味しかった、めちゃめちゃ。調べるとね、わかるかもしれない、あんまき。でもめっちゃ美味しい。あ、的確、よかった。わかった、今ので。わ かった。
そう、めちゃめちゃ美味しいんだよあれ。鬼まんじゅうはね、鬼まんじゅうもあれですよ、名古屋名物鬼まんじゅうで、あんまり好きじゃない。知ってたから分かった説もある。確かに、確かに見たことない人からしたら分かんないかもしれない。多分調べるのが一番早いですね。あんま切って調べたら多分一発で出てくるんで、ぜひ調べてみてください。美味しいです、あんま切。でも言葉で説明するのはね、ちょっと難しいね、あんま切は。でも美味しいのには変わりないから。そう、エスケイとそのコラボしてて、あんまきコラボしてましたよね、昔、懐かしい。食べたい、あんまきも。やっぱ食べたいものが増えてく。あ、エコパの時か。そう、昨日チョコレートディスコ聞いてて、エコパの時そういえば踊ったじゃんって思って、すごい懐かしさに浸ってました、昨日の夜12時半ごろ。そう、チョコレートディスコ聞いてて、昨日そういえば踊ったやんって、懐かしい。もう何年前、そんな前じゃないですよね。でもコロナ流行って本当ギリギリにできたコンサートだったから、懐かしい。こんばんは。あ、20分だ。そろそろ。もう1時間や。早い。ありがとうございました、今日も。明日は朝します。お仕事があるので、仕事前に、家出る前にやろうかなと思っております。なので明日も見に来てください。ありがとうございました。ではまた明日。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。あ、でも朝って言ってもそんな朝じゃないですよ。10時とかぐらい、多分。ありがとうございました。バイバイ。また明日。